どうも、おいです。さあ、チャーシューをね、作っていきます。あっちで息子はね、ポケモンやってますけど。じゃあまずですね、塊の肉に、ちょっとね、穴を開けて、火の通りが良くするのと、染み込みやすいんでね、ちょっとブスブスとやっていきましょう。で、あんまりこうベタベタ触るとね、手の体温が移っちゃうので、迅速にね、ジラルドン。自分で死んじゃろうよ。あの、あれ撃ってる。あれってる。私からだって防御3段階、攻撃3段階じゃなくてさ、一発で。あん。新しい種類出しましょう。醤油がまず100ですね。なんで私グラム数でやってたんだろう天然だった100 あ、ほんと？ちょっと甘めにしたいのでお酒を50ぐらいで、みりん50ぐらいですね。で、あと砂糖を100。ここでね、ここで使うんだから。ああごめん、大丈夫。みりんも入れたんですけど、100g ってこう見てるとすごいですね。ちょっとあんま映ってないですけど、相当入りますからね、こういう料理作るとき。まあ煮物とかもそうですけど、やっぱ100あるかな。あと菜箸、菜箸買ってこないとな。これ先っぽ切れてるもんね。さすがに買わないとダメだわ。さっきのに、まあ、この子はどうせ煮崩れちゃうんですけど入れます。で、砂糖をしっかり溶かして入れます。ネギも入れちゃいい。いいですね、玉ねぎのトロトロ感が美味しそうだ。こんな感じです。よし、チャーシュー。でもヒロあれでしょ、冷やし中華でしょ。あ、でもいい感じ。ほら、本当だね。あ、落ちちゃった。顔すんないから大丈夫。熱いかな。いや、食べるかな。食べてみる。出来たてだからな、大丈夫。半分って熱い？噛み切れない。
暑かった？ちょっと待って悪いちょっといや水出すわごめんごめん。ハンドポケモン対戦も終わってね。でもこれ熱くない？本当だ。味ついてる？うん、おいしい。いい感じ？うん、うん、本当だ、おいしい。はい、という感じでこんな感じでチャーシューができました。よかったら皆さんも作ってみてください。以上、おいしいです。